サーシリル・ノーマン・ヒンシェルートは、イギリス・ロンドン出身の物理科学者。1956年のノーベル科学賞受賞者。公認会計士の家に生まれ、幼年期をカナダで過ごす。父の死に伴い1905年に、イギリスに帰国、チェルシーの小さなフラットに住む。ウェストミンスター私立学校に通った後、オックスフォード大学ベリオールカレッジに進学、卒業。 第一次世界大戦中は火薬工場で働き、1921年に母校のトリニティカレッジで講師となった。1937年以降は同大学教授で1965年まで続けた。また、政府の科学諮問評議会の職も務める。1929年王立協会のフェローとなり、1955年からは同協会の協会長を5年間務める。 1948年内イト尺、1960年メリット区議に助される。主に分子の振る舞いについて研究した科学者として知られ、1926年には科学の学生向けに化学反応の速度論のための熱力学の教科書を執筆している。また、ハロルド・ウォリストンプソンと共に水素と酸素の爆発反応について研究を行った。 その他にも二分子反応や不均一反応についても研究を残している。この研究のよく知られた成果として、ラングミュアヒンシェルウッド式の導出がある。また、最近の細胞における化学反応を研究し、それから得られる構成物質の研究に関して足跡を残している。1956年受賞のノーベル化学賞はニコライセミオノフと共に受賞した。 受賞理由は反応機構の解明についての研究であった。趣味は絵画や時期の収集で芸術や文学に広く通じていた。ロンドンの自宅で没。ありがとうございます。